師匠と弟子です。今回はですね、5月の生活費を発表したいと思います。どうでしょうか。5月はですね、いろいろ目白押しでした。どのぐらい生活費使ったかってことね。そうだね、今回ちょっと、はい、4月の生活費と違ってちょっといろいろ変動があると思うんですよ。うん、まあ、そんな月も大事だからね。そうだね、うんうん、で、どんな感じになったかっていうのを、はい、発表していきたいと思いますんで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。終わっちゃってんじゃねえか。じゃあ次、最初行きましょう。最初行きましょうか。最初は、ね、家賃でございます。家賃から行きましょう。はい、家賃はね、まあ毎月変わらなく、そうだね、はい、いつ値上げされるか怖いか、ね、ちょっとヒヤヒヤしているぐらいで、すごいね、あのいい時に契約させてもらったからすごい、ね、お得な価格で住まわせていただいています。ちなみにこのコンドは、プールとジムもついてます。そして家具もついております。はい、素晴らしいです。はい、それでいくらだったんですか。 32,250 円でございます。はい、次は食費ですね。まあ大体フードパンダだよね。フードパンダだと大体1回150バーツとかが平均だよね。2人でね。2人で。うん。うん、まあ大体。まあ昼はフードパンダだよね。うん。安いしね。そう。あとは大好きないつものガパオと野菜炒めと。大体決まってんだよね。食べるのね。うん。で、時々ね、買い物とついでに、メイヤーとか、ショッピングモールの、フードコートでご飯を食べたりとかするのも、うん、それも2人で150バーツ未満だよね。未満しない。そうだね。うん、150しないね。買ったりとかしても、うん。うん。なんかやっぱお昼はそれぐらいの平均で済んじゃうよね。そうだね。うん、安いですよね。安くていいね。美味しいしね。ね、でたまにね、外食したりとか、チェンマイホルモン行ってもさ、2人でビール飲んで、だいたい6、7、800バーツぐらいだよ、最近。そうだね、うんうん、安いよね。安いし、まあそんなに月にね、うん、1、2回だからね、ほんとたまにね、贅沢しちゃいますよね、うんうんうん、私最近気に入ってるのが、あの JJ マーケットで野菜買ったりさ、うん、するのも好きだし。あ、そうだね、 JJ マーケット安いよね、うん、安い、うん、で、いいものあるし、果物も買ったりとかさ、うん、そうそうそう。あとはね、スーパーで調味料買ったり、お米買ったり、コーヒー買ったり、うん、うん、必要なものを揃えてる感じだよね、うん、で、どのぐらい月にかかったの ?5月。食費、今月の食費は 37,100 円です。はい、そんなもんだよね、やっぱね、サメットとも言ったしさ。そうだね、サメットの、うんうんね、値段が高かったりとかした、うん、そこも入ってますね、うんうんうん、今回は。次行こうか。はい、水道代でございます。水道代はいつもはね、180バーツの引き落としがあるけど、うん、だいたいそんぐらい、うん、で、今月は、うん、だいたい150バーツぐらいか、うん、あとは水を汲むという、うん、1バーツ 1.5 リットルぐらいか。うん、そうだね。水道代、今月が、730円です。はい、もうお水は安い。そうだね、お水は安いよね、うんうん。次は電気代。電気代は、まあ、エアコン全然使わなかったよね。サメットとかバンコク旅行とかで結構いなかったから全然使ってないんだよね、うん、10日間ぐらいか、10日間ぐらいか、そうそう、うん、いなかったので全然ね、いつもより安かった。では合計は6360円でした。いつもより安いね。うん、うん、そう。交通費。交通費は、まあ学校とか買い物だよね。うん。ね、ちょっとマーケット行こうとか、ね、ご飯食べに行くときに、うん。ちょっとグラブ乗ろうみたいな感じのお金だね。でさ、セントラルから出てる村定あるじゃん。うん、あの無料の村定。うん。JJ マーケットからセントラルへの無料送迎の村定がありました。ね、最近師匠それ使って、買い物行くよ。うんうん、まあ、セントラルと JJ の間は無料村定が走ってますっていうね、うんうん、情報でした。はい。交通費3560円でございます。はい、次行きましょう。はい。
嗜好品。はい、嗜好品。嗜好品とは、前回と一緒だ。もうね、みんなが大好き。ビール。そうだね、お酒、はい、タバコ。うん。あ、ウイスキーね、ウイスキー買ったりね、最近。またレパートリーが増えたね。そうそう、ラム。うん、ラム酒。あ、ラムだ。そう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 。今度ね、弟子の消費分。弟子はね、はい、お金かかりますね。はい。嗜好品、いくらですか？いくらですか？ 13,330 円です。節約しましょう。はい。はい。ね、酒はほどほどに。雑貨費、雑費でございますね。雑費はね、まあ不在なところも多かったから消費も少なかったけど、そうだね、うん、まあ、それなりにね、洗濯洗剤とかトイレットペーパーとかね、そういうのですね、うん、ゴミ袋買ったりとかシャンプーリンス買ったりとか、なるべくねお得品を買うようにはしていますが、そうだね、なるべく安いの買って、ね、そう、何気にさ、なんかなんていうの、雑費って結構さ日本と同じぐらい値段するよね。そうだね。そうそうそう。でも安いのを探してゲットしてるみたいな感じですね。あと、タイあるあるの1個買うと1個ついてきます。うんうん、そうそうそう。セールみたいな。そう。ゴミ袋もこの間それで買ったもんね。さあ、こういう時チャンスですから。チャンスです。皆さん、その時を狙って買ってみてください。うん、はい。で、雑貨費はいくらですか？はい、雑貨費は4040円です。安い。やっぱいなかったからかな。そうだね。うん。あんまり使ってないでございます。はい。で、すげえ。師匠。弟子、弟子、弟子。次来ましたよ、はい、缶コーヒー、イエーイ、缶コーヒーすごいですよ、はい、今月は、はい、久しぶりに行っちゃいましたね、楽しかったな、思いつきの旅だったけど、そうだね、もうありがたいことにね、協力してくださる方もいて、いや本当、うん、そうですね、うん、今回視聴者さんのご好意に甘えさせていただき、バンコクに急遽飛ぶということになりまして、はい、そこからパタヤに行き、で、サメット島に1週間滞在するっていうね、なかなかの長旅でしたけど、いや思い切ったよね、そうだね、うん、まあせっかくバンコク行くなら行っちゃおうかっていう流れだったからさ、うん、ね、こうやってね、ご協力いただけるのもね、そう本当にありがたいから、うん、それをね、なんかチャンスにね、したいなっていう思いもあったから、よかったよね、行ってね、そうだね、うん、きっかけを与えてくれてありがとうございます、ありがとうございます。で、この缶コーヒーは、うん、ホテル代と、うん、あとは移動費、うん、飛行機とか、うんうんうん、あと向こうで乗った船のお金とかを入れております、うんうん、はい、島利用費とかもね、そう入ってる、うんうん、それが、合計で 79,330 円です。結構まあしたけど期間も長かったし、あの連休だったからさ、ホテルも高かったんだよね、うん、あ、そうそう、あの観光の方がねすごい多かった、うん、そう、すごい多かったし、だからこそなんか飛行機の値段も少し割高だったっていうのもあって、そう、僕らが帰る時にちょうどね、どんどん人が少なくなっていったって、そう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 で、ホテル代も安くなっていくっていう ね、 そうそう、うん、ね、感じでしたけど、うん、まあ、これだけいてこの金額で済むっていうのはまたそれもすごいかなと思うけどね、そうだね、うんうん、師匠、弟子、弟子、弟子、交際費、交際費、今月は結構ね、まあ楽しかったよね、いろいろお誘いとか、そうだね、あるね、好きだったから、そしてね、うん、ご馳走になってしまうというね、ありがとうございますね、あ、本当にありがたいことで、そう、ありがたい、本当にありがたいです、うん、皆さんにね、あのこうやって誘っていただいたりとか、楽しいチェンマイライフだったりとかタイライフをね送ることができていて、はい、皆さんには感謝しております、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、またおごってくださいいや、まあ、素直な気持ちで素晴らしいと思います。あとは、まあ、チェンマイにいるご友人とかとね、うん、ちょこちょこ飲み行ったりとか、うん、弟子が飲み行ってんでしょ、弟子はたまに、たまに飲み行く師匠はランチ行ったりとか、そうだね、うん、お買い物行ったりしてます。それで今月の交際費は 14,100 円でございます。ちょっとたくさん遊びましたね、そうですね、うん、楽しかったから、そのね、はい、そうだね、うん、楽しかったね、ね、はい、
次は通信費。通信費は AIS の Wi-Fi を使っていて、毎月、260バーツ、日本円で1140円。プラス、日本の電話番号も持っているので、それは楽天で契約しているので、その、SIM の値段が1人1080円で、2人で2160円です。で、通信費は、合計で3300円です。で、ちなみにタイの番号も持ってますけど、チャージしてないので0円です。ただ、たまにチャージしないと番号が破棄されるっていう。使えなくなっちゃうね。うん、噂があります。噂があります。はい。だから気をつけましょう。気をつけましょう。保険料は、日本の生命保険を2人は入っております。はい。で、タイの保険は入っておりません。入りましょう。ね、まあその自分たちの保険が海外仕様だったりとかするサービスもついているので、タイでは保険は入ってないですが、まあ日本の保険で何かあったら対応できるようになってます。その値段が、2人で6000円です。幸いにも病気はしないから、薬代とかもかかってないよね。うん、特になんか蚊に刺された時のぐらいだからね。そうだね。なんかあんまりお薬に頼ってる感じはないね。ないね。まあ簡単な、うん薬だったらさ、うん、コンビニでも買えるしさ。あ、そうそうそう。それがすごいなと思う。うん。それもあんま買ってないね。うん。以上でございます。で、5月の生活費。合計が20万100円。結構使ったね。そうだよね、でもね。結構使ってるね。でも旅行行ったからね、それぐらいは絶対するよね。そう。それでも。うん、旅行行ってるから、うん、うん、結構行っちゃったよね。でも旅行行ったにもかかわらずこれで済むってすごくない？すごい。ね。で、結果一人、10万50円を使いました。はい。そうだね。まあまあ。ほんだよね。ね、ほんとで。だってそれ抜いたらね、生活費普通だしさ。そう。そうそう。結果、あれだよね。うん。観光に行った分だけ増えたっていう。計算するとね。そうそうそう。うん。でもそれがね、伝わればいいじゃん、なんか。そうだね。たまにはね、海行きたかったしね。そう、行けて、そのね、夢叶ったよっていうのは嬉しいし。よかったんじゃないでしょうかね。はい、よかったです。あとなんか言いたいことありますか？はい。特にね。ないです。また行きたい。また海行きたい。また海行きたいね。また海行きたい。そうだね。うん。また行こうね。行きたいです。うん、ということでね、うん、今月、まあまあ、二人で20万ぐらい使ったということで、はい破産です。破産した。終わった。終わった。おららら。私たち師匠と弟子は様々なサポートをさせていただいています。チェンマイに旅行に行きたい、移住がしたい、しかしどこに相談していいかわからない方は師匠と弟子の公式 LINE からご相談ください。一つ一つ不安を解消してチェンマイ旅行や移住をより明確になるお手伝いをさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。